こういう賞金表的なものっていうのは普段見るんですか？見ないですね全然気にしないですね本当に。まあそもそもそういうスタイルでしょうしと思うんですけど、こんななんかグランプリに対しての執着がそこまでないかもしれない、人より。うん、 G1 を取りたいって気持ちはすごく強いですけど、その本当 G1 タイトルというのが、はい、うん、G1 の方が自分の中で上にあるから、今回はやっぱその競輪祭っていう、うん、タイトルを取るっていう風に思って練習してきてるし、うん、まあその結果でその賞金とかそういうのはあるっていう風に思うので、だからそこは先ではないですよね、考え方としては。うん、本当にファン目線というかこっち側の目線だとこう毎日毎日こう賞金表を見てこう気にしてるけど、実際やっぱり本人の感覚とも違うところがあるんだろうみたいな。ダメならダメで、その来年また一から出直そうっていうようなそういう気持ちでいるので、そんなに深くは考えてないですね、はい、それが全てじゃないしっていうような感じですまずは本当にこの競輪祭、はい、やはりあの今年の G1、ね、1個多くて7個あったんですけど、本当にいい結果を残せなかったんで、本当に山あり谷ありというか、うん、本当山と谷とこの繰り返しが、谷しかなかったような今年はずっと谷底にいたような感じだったんで登っていくとそうですねそうですね、なんか登りきれてなく終わったので、最後になんかこう登りきって終われるように、あとはこう一戦一戦自分で努力するしかないなと思ってます。じゃあ楽しみに、はい、頑張ります。登りきれるように登りきれる、まあそれはもう自分が頑張るしかないので、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。